明日関東では雷雨や雹の恐れがあります。明日は変わりやすいお天気となりそうですか？はい、そうですね。その原因が上空の寒気なんですけども、うん、特にお昼以降影響が大きくなりそうです。はい、気圧配置で見ていただきますと、明日については前線の方、東の方へ遠ざかっていきますが、上空5500メートル付近で寒気というのがこちらが近づいてまいります。また上空の気圧配置確認をしてみますと、いわゆる気圧の谷と呼ばれるものがこの寒気と合わせて南下してくるという予想になっております。こちらが明日の午前3時の段階から6時、9時、12時、このお昼以降のタイミング、この寒気、気圧の谷の通過の影響を受けるということになりそうです。こちらの方、天気分布予報の方でさらに詳しく見てみますと、午前中から一部雨のところというのが出てきそうですが、特にお昼ぐらいから内陸を中心に雨雲が発達、そしてそれが午後になって組織立って広がってくるといったようなことになってまいります。はい、ゲリラ雷雨発生リスク、今のところ13時から14時ぐらいが高めという予想になっておりますが、いずれにしましても明日のところは関東方面、基本的にはお昼以降特に変わりやすい天気、場所によっては雷や雹などそういったものを伴う可能性十分にございます。はい、天気の急変にはご注意ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。